東大橋は、広島県広島市の沿江側に架かる道路橋。昭和初期からある橋で、1962年、架け直されたが、老朽化と段原再開発及び松田スタジアムまでの渋滞緩和を目的として2019年再架橋された。総工事費、約25億円。上流に平和橋がある。下流には、広島高速2号線筋の高架橋がある。 右岸側に七三病院や広島市立七三小学校、北詰め交差点からまっすぐ行くと、広島県道164号広島海田線に出る。1933年に、木橋の東大橋として加強される。当時上流側には、国鉄宇治那線の鉄橋が通っていた。なお、1966年に日本橋が加強されるまで、遠江川では、東大橋より、 下流に橋が架けられておらず、広島駅付近のいくつかの橋を含めても数少ない橋の一つとなっていた。1945年8月6日、原爆被災、爆心地から 2.90km に位置した。ほとんど被害はなく、避難者はここを渡って東へ逃げ、これから大衆通りに通ずる、道路上は、火傷した避難者や運搬される重傷者でごった返していた。 当日正午頃までは、憲兵がこの橋に立ち、市内に入るものを制止していた。翌7日からこの付近の土手で火葬が始まった。1945年9月、枕崎台風に伴う水害により、橋脚数機が旋屈により沈下してしまう。戦後になると目標で再建されていたが、1962年に併設する形で、鋼エッチケタ橋に架け替えられている。 1969年にその上流側に人道橋が併設されたが、下流側の旧橋の橋脚が撤去されず、そのまま残っていた。2009年旧橋の車道橋から撤去され、その後歩道橋も撤去、仮歩道がかけられた。2011年から原橋の工事が始まり、2019年再開通した。ありがとうございます。